はいと。今回は、以前紹介した動画246本だったかな。全部コピーされて、また YouTube にアップロードされたんですけど、そこで通報したら、 メールでこういうふうになんかよくわからない英語が入ってくるんですけどでその後の仕方ですねこの上から2番目ここをクリックすると でこういうふうに著作権の侵害に関する通知というのが来るのでこれで他人が私の作品をコピーしたというのに押して当事者自分 で、こういうふうに UR を入れていろいろこう住所とかそういうのをいろいろ入れた後に送信をしますそうすると次にメールでこのように 内容を確認いたしますというのが来ますで次にこのように不要不適切なコンテンツは削除済みですというメールが来ますで実際にその申し込んだ動画を見てみるとこのように 削除されましたでここで268本盗まれてたチャンネルを見てみるともうこれ全部チャンネル自体がもう動画が全部削除されてるんですけど そ,れそこまで持っていくためには3回3回かな4回あの申し立てをして今回やったことをするとこのような状態もう動画が全部いろいろ調べたんですけどもう表示されなくなっ いきます今回とても,もう何日にもかけてこの作業をしてすごい大変だったんですけど是非この動画をコピーしてアップロードしても結局消されるので、まあ、動画の そういういコピーとかはしないようにしましょう。毎日こんな2時近くまでこう動画を作ったものがコピーされてでこう悪用されるととても疲れますのでで もし同じようにこう多数の動画をコピーされてこう,こういうふうに使われた場合はこんな感じで削除するといいと思います。それでは、